こんにちは、グラス工房タップの福田勝です。10分水墨画、今回の画題はこの木の実ね、どんぐりです。こんな感じでね、撮影してきたんですけれども、これは多分ですね、コナラではないだろうかと推測してます。葉っぱの周りがね、ギザギザしてます。まあ、実にね、たくさんの種類のどんぐりがですね、この近辺に植わってますね。今回ね、撮影してきましたのは緑色の実、まだね熟してなかったんですけども、まあ、絵にするときにはね、こういうふうに茶色くして描きたいと思います。材料のご紹介です。筆は太筆1本、中筆1本、小筆1本、面相筆1本。紙は画仙紙、梅という製品です。大きさは半紙の大きさです。絵の具は、褐色ですね、ホルベインの W134 バントシェンナ、これを実のところに使います。その他のご説明はすいません、割愛させていただきます。お時間になるときに20番の動画をご覧ください。描き始めにまず中木作っておきます。白い小皿に水を取り、濃木を入れて薄めておきます。またもう一つのお皿にはこのバントシェンナの絵の具を米粒大出しておきます。はい、まずですね、小筆でね、カクトと言われる帽子ですね、どんぐりの帽子、まあ、正式にはカクトと言いますけど、これ描いていきたいと思います。中木と濃木半々ぐらい湿らせて、三日月状のね、帽子を、根元を中心に合わせまして、3つのどんぐりがくっついてね、なっているようにします。上と下の角とはですね、それぞれ上向き下向きの実がつきます。中筆に薄く溶かしたバントシェンナーを染み込ませ、先端に濃い絵の具つけ、ぐっと押し込みながらどんぐりの形を作ります。慎重にね、形作ってください。そして先端の部分にこの濃い絵の具、ドロッとした絵の具が来るようにして、この一粒の中に濃淡が出るようにします。最後は頂上から見た感じでまん丸くくるんと回してやります。面相筆に濃墨つけて、まず上にアクセントのチョン、そして周囲にはうっすらと輪郭を描いておきます。あまり濃すぎる場合は中墨でね、描いてください。そして少し放射状の縦縞を入れます。これはほぼ上から見た感じですので、まん丸い感じ。中心から周囲にね、スイカのようにこのストライプ模様がね、少し入るといいかもしれません。そして角度に、濃墨で点々点、少し模様を入れてやります。少しね、このアクセントっていうんですかね、このストライプ、それからエッジをね、修正してやります。小筆で水で一回洗って片面に濃墨、水の面で茎、枝をね、さっさっさっと描いてあります。少し左に行って戻るような感じで先ほどの実につなげてやります。そして下から、これは葉柄っていうんですね、葉っぱの出る短い茎を描いてあります。太筆に持ち替え、これを水で洗い、片面に中墨、先端にちょい濃墨つけて葉を描きます。ぐーっと押し込みながら長卵形、長い楕円形の葉っぱを描きます。出始めと最後のところ、尖るように丁寧に始末をつけます。はい、上枝が開いているところは葉っぱが手前に来るので、ここもしっかりと手前葉で埋めておきます。少しこのどんぐりの実をね、巻いた感じの葉も描いておきましょう。どんぐりの周辺にこのように葉っぱがね、放射状に集中してつくのが、まあ、どんぐりの特徴でもあります。
面相筆で葉の中に葉脈です。縦1本書いて周囲に細かい葉脈。この葉っぱは葉っぱの周りがギザギザとんがっていました。ただね、墨でこのギザギザを描くのは難しいので、その代わりにこの葉脈を少しはみ出させるような感じでね、魚の骨のようにして、少しはみ出させると葉っぱのノコギリ感がね、表現できます。ですからね、いつものあっさりとした葉脈よりはしっかり描いてます。はい、小筆一回水で洗い、濃墨片面つけ、また枝をね延長させます。左側の方にひょろひょろひょろっと伸ばしていって、左端の方にもう一つね見せ場を作ります。はい、ここにもどんぐりの帽子、角等を描いてやって実をつけてやります。絵の具の濃淡が出るようにしてください。そして面相筆で輪郭です。これもあまり説明的にならないように、ね、さりげなく描くというのが、まあ、水墨画の味わいだと思います。カクトの中に点点点。ここも傭兵を描いて太筆でまた葉を描きます。水で一回洗い、片面中木、先端濃木。ちょっと早いですけどね。はい、これは手前に向かっている葉っぱを扁平に描いてます。正面に向かってきている葉は短め、そして横に伸びてるのはさーっと。水で洗い、中木、先端ちょいの木。葉っぱもあれですね、実も枝の先に描いて、そこまでの枝はね、何も葉っぱをつけない方がかっこいいと思います。そして面相筆でやはり魚の小骨のような葉脈を描いて、そして葉の縁から少しだけはみ出させます。まあ、葉がねギザギザしてない植物はここまで葉脈をしっかり描く必要はありません。もうあっという間にね出来上がりましたね。署名して完成です。はい、どんぐりの完成です。ワンポイントアドバイスです。葉の周囲のギザギザを表現したいときは、葉脈をはみ出し目に描きましょう。どんぐりの水墨画が出来上がりました。まあ、どんぐり自身はね茶色いですし、別にこう花があるわけではないのでね、この絵としてどういうふうに面白みを作り込むかっていうのは結構難しい問題だと思います。まあ一つはね、どんぐりそのもののコロコロっとした可愛らしさ、あとはですね、この枝がひょろひょろ伸びてって、その先にね、葉っぱと実がこう集中してあるっていう、まあ、構図の、まあ、面白みですかね。こういうところをね、ある程度考えながら作っていかないと、単なる木の実の写生に終わってしまうと思うんですね。難しいところだと思います。この動画が面白かったよ、役に立ったよと思われた方は、いいねのね高評価のタップよろしくお願いいたします。チャンネル登録もお願いいたします。最後までご視聴くださいましてありがとうございました。